川端です。よろしくお願いします。今回はですね、因数分解しなさいという問題です。 ABC カッコ ABC 引く 2C カッコ閉じマイナス 3C2 乗ということで、早速やっていきたいと思います。まずはですね、これ共通因数でくくります。で、何でくくるかというと、 C の2乗でくくれるの分かりますかね。まずこの ABC 引く 2C、これそもそも C でくくることできますよね。 C カッコ AB 引く2という具合に、そうするとこの ABC と C かけたら C の2乗になりますね。で、ここにも C の2乗があるので、これ C の2乗でくくれます。共通因数でくくれるんだったら、まず先にくくってください。よって C の2乗でくくると AB カッコAB 引く2マイナス3という具合になります。ここの部分ね、ちょっとわからないしっていう人は、ここは ABC の2乗、ここの部分ね、計算すると ABC2 乗括弧 AB 引く2になるからね、ここの部分はこっからここの部分はこうなりますからね。はい、ということで C の2乗にくくれると。で、次にここ括弧外します。そうすると中括弧外すと C2 乗 AB と AB かけて A2 乗 B2 乗をで AB とマイナスにかけてマイナス 2AB 引く3と。で、ここで終わりじゃないんですね。ここ因数分解できるんですよ。 A2 乗 B2 乗ですが、これはカッコ AB の2乗になります。したがってですね、 C2 乗をカッコ AB の2乗引く 2AB 引く3になるので、ここで AB 自体をね、 X と置いてしまいましょう。ここ X と置くとね、綺麗に見えてきます。そうすると C2 乗カッコ X2 乗引く 2X 引く 3X2 乗引く 2X 引く3だったら因数分解できますよね。 C2 乗カッコ X 引く3カッコ X 足す1で、ここで X を元に戻します。 X っていうのは AB なので、 C2 乗カッコ AB 引く 3AB 足す1という具合に出るわけです。はい、分かったかな。ということでですね、ちょっとね、変わった因数分解だったんじゃないかなというふうに思います。だったので取り上げました。以上で解説終わります。では。